どうもこんにちは、速稼塾の久保です。暑い夏も過ぎていよいよ涼しい秋がやってきそうですね。先週の土日なんですけども、9月の9日、10日、住宅の内見会とかね、それからモデルルームとかモデルハウスの見学会に行かれて、1件あたり8000円っていう報酬をねゲットした方多数いらっしゃいまして、非常に面白かったというふうなね、フィードバックをいただきました。中にはね、3社行きました、5社行きましたって感じで、5社行くと584だから4万円ですよね。1日というか半日楽しんで4万円もらえるみたいなね、そんなポイントサイトの案件もあるということなんで非常に良かったと思います。で、今回はですね、そこまで4万5万儲かる話ではありませんけども、同じように無資格、身分証明書必要なし、何も持っていかなくていいと、体一つで行ってくださいみたいな感じで、しかも今回行かなくていいんですよ。自宅にいるだけで OK です。そんな案件を2つ持ってきまして、それぞれ1万2000ですから合計2万4000になります。こちらの方をちょっとね見てみましょうか。画面を切り替えてご覧ください。どうもお疲れ様です。じゃあポイントサイトモッピーで今回も1万円以上の案件ね目指してみましょうか。ぐーっと下がっていただくと、ここにですね保険相談の窓口っていうのがあります。そしてこの隣に外壁塗装1万2000円ってありますよね。この2つちょっと行ってみましょうか。今回は両方同時に申し込んでもいいと思います。合計で2万4000円です。初めての方に限りますんで、もうすでにね過去に保険の相談窓口申し込んでやったよって方は今回ご遠慮いただくことと、リショップナビももうすでに外壁塗装もう見積もり申し込んでやったよって人はね今回控えていただきたいと思います。それではねそれぞれの案件見ていきましょう。はい、まずは保険の窓口です。クリックするとねこんな画面に切り替わります。ですごくシンプルな作りになってましてね、やり方は簡単です。資格ですとかね、年収ですとかね、職業とかね、特にその辺必要ありません。お答えいただくことがあるかもしれませんけども、そんなに重要ではありません。注意するべき点ってのは、こちらのエリアにお住まいの方からのご相談はポイント対象外になるってことなんですよね。残念ながら秋田県、新潟県、長野県、島根県、高知県、大分県、鹿児島県は申し訳ありませんが、今回はご遠慮いただくってことになります。で、1万2000円欲しい方は保険の無料相談をするわけなんですけども、ここをねポイントゲットをクリックすると保険の窓口の公式サイトに変わりますので、こちらの方からお申し込みいただくってことになります。やることってのはね非常に簡単です。まずは申し込みフォームから簡単な個人情報を入力すると、保険会社の方からね連絡が来るんですよね。で、その連絡に対して、いつ面談しましょうか、どこでしましょうかっていうふうなすり合わせがあります。この際あなたのご自宅でも結構ですし、会社の事務所が近くにあるとしたらそちらの方に伺ってもよろしいかと思います。そしてですね、面談のできるところでしたら近所の喫茶店ですとかカフェですとか、ファミリーレストラン、こういったところでもできますんで、お気軽にご利用ください。で、内容なんですけども、まさにねこの保険の相談員さん、ファイナンシャルプランナーさんとか、販売員さんですね、保険の契約をお勧めする方、この方の無料相談を受けるだけです。言ってみれば話を聞くだけなんですよ。特に質問事項を用意することはありません。大体ですね、順調に終われば60分、長くて90分ぐらいでお話が終わりますので、そこでね、保険ってのはどういうものなのかってことと、どういう保険が自分自身には適切なのかってことをね、シミュレーションするって形になります。分からなければ、はいなるほど分かりませんのでよろしくお願いしますと繰り返せば、この保険のね相談員さんがずっと話を進めてくれますので簡単です。で、終わりましたら一応そこで報酬確定にはなるんですけども、ただし今回の件ポイントサイトを通じてポイントが出るよってこと、これはね双方やっぱりこう頭の隅に入ってるんですけども、この人は保険の契約を全くする気持ちがないなと、ただポイント目当てだなっていうふうに悟られると面談がキャンセルになったり、面談が終わっても報酬が未確定ってことになりますので、そのあたりだけはねご注意ください。つまりね、興味深く話を聞くことが大事です。話を聞いてる最中にスマホいじったりとかね、居眠りしちゃダメですからね。はい、失礼のないようにやってみてください。そして注意点といえば、話が終わった後に次はいつお会いできますかっていうふうに必ず聞いてきます。つまり次はセールスが来るってことなんですよ。で、話が気に入ればそのまま保険の契約の方に進むために次の相談日程決めていただければいいんですけども、そうでない場合は
一旦持ち帰ってスケジュールを確認して連絡しますということで、その席を離れてください。そして後からね、いろいろと家族とも話し合ったんですけども、今回は次回の面談を見送らさせていただきますという形で、失礼のないようにお断りすれば、そこで全て終わりということになります。報酬が確定します。よろしいですかね。はい、じゃあまずはこんな形です。はい、次はですね、外壁塗装の見積もりで12,000円という話になります。こちらの方をクリックしてください。そうするとね、こういったシンプルな画面に変わります。で、一体今回何をするかっていうと、まあ、お住まいの家とかね、まあ、集合住宅はちょっとねどうか分かりませんけども、基本的には一戸建てです。一戸建ての外壁、つまりは外壁っていうのが5年とか10年するとね、経年劣化して傷んでくるんですよ。で、そこを塗装で補強しましょうっていうのが今回の件です。で、実際に塗装をしていただく前に、どうしてもね、業者さんによる見積もりとか工事の概要っていうのを決めていただくことになります。そのための調査に来てくださいよっていうのが今回の申し込みなんですよ。なぜか外壁塗装の調査、こちらの見積もりなどで業者さんを呼ぶと12,000円もらえるんですよね。当然ですけども、業者さんは外壁塗装の仕事をもらいたいと思いますんで、営業をかけてきます。で、その営業っていうのがね、面談の日にはいきなり来ないんですよ。ですんで、まずはね、外壁塗装を申し込んでいただいて、大体ね、30分ほどですかね、外壁を見てもらうと。それによって、どんな塗装ができるのかとかね、どのぐらいの費用なのかっていう、まあ、工事の内容とか見積もりをサラサラサラと作ってくれるんですよ、その場で。で、そこで、見積もり書を置いて帰ってくれますんで、そこで12,000円確定ってことになります。で、後ほどですね、見積もりを取りに来た業者さんから連絡があって、どうですか、検討いただけましたか、外壁塗装どうしましょうかねっていうふうになりますんで、ちょっと費用の件でね、いろいろ考えたんだけども折り合いがつかないみたいなんで、また時期を見てやらせてもらいますということで、そこでお断りすれば、業者さんとの関係はそこで終わり、12,000円がもらえるってことになります。はい、じゃあここをクリックしてみましょうか。そうするとこういうふうな画面に変わりますので、こちらに10秒で簡単入力っていうのがありますんでね、それぞれ入力して業者さんに連絡を取り付けるってことになります。で、大体ね、業者さんね、地方で少ないところだと1社とか2社、まあ概ね3社ぐらいから相見積もりをしてくださいって形で、このマッチングサイトがですね、業者さんを選定して、まあマッチングさせてくれます。多いところで5社ぐらい来るかもしれません。ですんで、一件あたり30分の見積もり時間って言いましたけども、3社来ると ×3 とかね、5社来ると ×5 くらいになりますので、まあ、特に細かい対応する必要はありませんけども、少なくともその時に、家に行っていただく必要があるんですよね。業者さん来たけども、家に誰もいませんでしたって言ったら、勝手に調査するわけにいきませんからね。それから見積もり書を受け取るっていう必要もありますので、何月何日に見積もりをお願いしますって形で、その日は必ずいるようにしてください。あと、別にやることはありませんので、家の中引っ込んでね、業者さんが終わりましたって呼ぶまで、くつろいでいただければと思います。で、それで12,000円ですから。簡単でしょ？ということで、今回の件、12,000円の外壁塗装です。ちなみに、賃貸でも成功する例が結構ありますので、賃貸でも遠慮なく、これね、お問い合わせください。ということでございました。はい、いかがでしたか？ポイントサイトモッピーの登録がまだお済みでない方は、概要欄からポイントサイトモッピーの登録をしてください。その際、紹介コードがありますんで、こちらの方を入力すると、さらにスタートから300円ポイントが入っているということになりますので、今回の案件と合わせてご利用いただければと思います。まあ、こんな感じでね、ポイントサイトって1ヶ月に5万とか10万作ることってそんなに難しくないんですよ。ただし、自力で探しきれない方は、この動画をご覧いただければと思います。また次回もね、更新しますんでお楽しみに。それでは。